はい、国重です。ということでね、はい、今日の、マーケットをシェアさせていただきますということですけども、まあ、日経平均が3万5千円回復してきましたね。はい、一時期大暴落あったんですけど、はい、回復してきましたと。まあ、いろいろ説はあるんですけど、なんかコンピューターのね、そういう強制的な決済なんかがあってね、暴落したっていう説もありますし、なんか安く買いたい、日本株を安く買いたいっていう勢力がありまして、そこでその暴落をですね、仕掛けたという説はありますけども、いろんな説はありますけども、まあ、回復はしてるということですね。で、日本の企業の景気はいいんですよ。業績はいいんで、そんなにね、下がることはないんですよ。だから一回もう暴落があったんで、今後緩やかにまた上昇していく可能性は高いですね。まあ、アメリカも日本もね、業績はいいんですよ。だからですね、上がっていきますね。あと、アメリカが利下げをするんですよ。アメリカが利下げをするから株に有利なんですよ。お金を借りやすくなるからね。あと、日本は利上げをしていくんで、日米の金利差が縮まっていくんですよ。そしたら、アメリカに投資されているお金がですね、日本に帰ってくるんですよね。金利差が縮まるから、日本に投資した方が有利っていうことになってきますから、日本に帰ってくるとですね、また株価がですね、日本の株価が上がるんですよね。そういった意味でも、日本の株、いいと思います。あと、為替、ドル円、146円。ね、一時期160円までいったんですけどね、146円とか。まあ、円高になってるっていうことですね。はい。ビットコインが887万円っていうことでね。はい。あ、ちょっとね、トランプさんがね、当選ね、確実だって言われてたんですけども、ここへ来てですね、ハリスさんが、ね、ハリスさん、ね、トランプさんが50%になっちゃった。ハリスさんがですね、追い上げて49%になってると。いうことで、拮抗していますね。で、トランプさんがまた余計なですね、黒人差別発言をしたということでね、かなり反感を買っているということなんでね、で、ハリスさんがそれによって猛烈に追い上げてるってことらしいんですよ。どうも。だから、トランプさんが危うくなってきましたね。で、トランプさんが暗号資産推しなんですよ。ハリスさんはそこまでではないんで、そういう状況もありまして、ちょっとビットコインの価格が、ちょっと振るわないっていうんですかね。一時期、1100万円まで行ったんですけど、あんまり、1100万円から700万円まで落ちましたね。今回の暴落で。で、まあ、で、900万円ぐらいまで回復してると。んですけど、いまいちこの伸び方がね、緩やかですね。もっと伸びてもいいと思うんですけど。
ということで、持つべき資産はやっぱりこのビットコイン、金、日本株かなと思います。はい。で、ビットコイン ETF、 アメリカのね、でなんか最近また結構買われてる、ビットコインが買われてるらしいですね。アイビットね、ブラックロックを中心とした、ブラックロックのアイビットがかなり買われてるということですね。機関投資家とかがかなり買ってるという見方が強いですね。で、まあ、だから今ちょっと安いんで今のうち買っとけっていうことでね、買っているようです。あとハッシュレートですね。まあ、採掘難易度がまた最高値を、まあ、最高潮にオールタイムハイですね、更新したということで、まあ、ハッシュレートっていうのは、まあ、採掘難易度なんですけどね。まあ、採掘難易度が高いと、まあ、ビットコイン価格も上がりやすいということなんで、過去の例を見るとね。近々、まあ、ビットコイン価格も暴騰する可能性ありますよということを言っています。ニュース関係が、日本のね、金融庁長官が日本の仮想通貨 ETF 承認は慎重に検討する必要があるということで、なんか日本のビットコイン ETF はちょっと先送りになった感じですね。で、日本はちょっとビットコインにネガティブなイメージがありますんで、ちょっと先送りにしてるみたいですけども、アメリカとのちょっと差がありますね。アメリカはどんどん盛り上がっていってるのに、日本はちょっと冷ややかという感じではありますんでね、どんどんこの日本とアメリカ差がついていく感じですね、どんどん。で、ロシアが仮想通貨マイニングを合法化、プーチン大統領が法律に署名したということでね、まあ、ロシアも、まあ、ビットコインの将来性を認めてですね、マイニングをですね、合法化して、どんどんマイニングやっていきますよということですね。で、アメリカと、まあ、ロシア、中心となってこのマイニング競争がですね、激しくなっていく可能性はありますね。はい。マイニングでビットコインを集めることが、まあ、国家としてのね、安定性を高めるという認識なんでね、アメリカはですよ。まあ、ロシアもそれに倣って、マイニングを合法化しているということのようです。ということです。はい。今回のニュースは以上でした。です。ということでね。はい。どんどんね、投資はやっていった方がいいですよ。投資する人としない人ではかなりの差がついていきますから、今後ともですね。はい。ということで、今回終わりにさせていただきます。